はい、それでは引き続きメンバーシップライブに移りたいと思います。ですね、こちらでは質問をまた受け付けさせていただきます。まあ、ちょっとすべての質問にお答えできるかどうかちょっと分かりませんけども、質問をお待ちいたしております。またこちらでも、まあ、小西文書とメディアということで、ちょっと11番、門田隆昌さん、質問集中の高市早苗大臣を肩で息をして興奮を隠さない様子で答弁を求めて挙手し、隣の松本総務大臣が制止しましたと描写した朝日、何としても辞職させたい涙ぐましい印象操作。なるほどね。官僚のいい加減な文書で大臣の首が飛ぶ時代にしたい朝日、掛け合いの時には失敗したが今度こそと、一体どの国の指示ですか。まあ、そもそも行政文書っていうのは行政文書であって、その中身が正しいかどうかっていうのはまた別の話で、公文書じゃないわけですよ。でそんな中でね、こういうね、なんか松本総務大臣が制止したっていう、どうでもいいっちゃどうでもいい、これどう思いますか、吉田議員。いや、もう朝日新聞っていうのがもう醜いプロパガンダ紙であるってことを明確に示した、ね、本当につまらない、いやしい記事ですよね。一生懸命ですね、肩で息をして興奮を隠せない様子でなんてね、描写、こういう様子で行動する、まあ、野党議員とかね、野党 の、 し、まあその幹部とか、あるいは逆、なんだ、まあ、朝日新聞が大好きな、まあ、有名人とかいっぱいいますよ。でそういう人たちの時にも同じようにね、こういうことを報じるんであればいいですけれども、自分が嫌いな人物だけこうやってやるって本当にね、便所の落書きみたいな新聞だなと思いますね。いや、本当チェックするところは、ね、間違ってるよね、この注目するところが。で合わせて12番いきましょうか。ますますムカつく記事、ツイッターでありますけども、望月磯子、大好き嘘つきとはこのこと、わけわかんないよね。高市早苗大臣、磯崎さんという名前は今年3月になって初めて聞きました。ニュー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 、熱暴れされ振り回されている総務官僚たちが気の毒、捏造だった場合公文書偽造になるのではっていう、この名前を聞いたのは初めてっていう、その意味をまた取り違えて、磯崎さんが放送法に関して関心を持ってるっていうことにおいても、磯崎さんの名前は初めて聞きましたっていう、こういうことを本当に適当に切り取ってるんですけど、どうですか。これ次の記事の合わせてご紹介。あ、そうね。あ、そう、じゃあ13番。あ、でね、動画があるんで、ちょっとスタッフさんよろしくお願いします。はい、私が磯崎補佐官について、その名前、もしくはその放送行政に興味をお持ちだということを知ったのは3月、今年の3月になってからでございますね。高市大臣は名前を初めて聞いたとは今答弁してないですよね。はい、吉田議員どうぞ。これ実はこれについて私アンケートを取りましてですね、私が、磯崎補佐官についてその名前もしくは放送行政に興味をお持ちだと知ったのが今年の3月になってからですと、そして私と磯崎氏は旧知の同僚ですと、この中でこの文章は以下のいずれの意味か答えよというまアンケート調査してですね、はい、で回答1は磯崎を知ったのは今年3月という意味であると。で2つ目は磯崎氏が放送行政に興味を持つと知ったのは今年3月である。まあ、この2つの中から、私のツイートをご覧になっていただいている方にですね、結果はどうでした。アンケートで答えていただきました。うん、この結果はですね、3日間で8800票余りの投票がありまして、7万人の方がご覧になっているんですけど、磯崎を知ったのが今年3月という意味だとこのように捉えた人は
4%。そして、磯崎氏が放送行政に興味を持つと知った人は、知ったのは今年3月だといい意味だ。このように理解した人が 96%。まあ、こういう、結果でした。まあ、普通にね、小学校高学年レベルの日本語、国語というか、まあ、日本語だよね。これが分かれば、はい、当然そういう結果になります。そうですね。論理的思考能力があるとそうなります。はい、ね。まあ、論理までいかないけどね、本当にね。いや。まあ、望月さん、元気にどうぞお過ごしください。はい。質問いただきました。山根亮太さんです。メンバー6ヶ月、どうもありがとうございます。質問です。LGBT も公金徴収なんですか？女の人がかわいそうなんですが、これどう思われます？LGBT を利用している一部の活動家が公金徴収だと思っていて、その公金徴収システムに関わらない、関わろうとしない、関わりたくもない、まあ、そういう方々にとっては迷惑な話だろうと思います。そうですね。理解増進法と言いながらも、それは理解増進させるために、例えば学校ではどう教えたらいいか、地方自治体はどういうふうに啓蒙活動をしたらいいのか、あるいは職場では企業経営者の皆さんがこの問題をどう、まあ、啓蒙、教育していったらいいのかということで、教材、新しい事業が生まれるんですよね、ここに。で、その事業をやるために、まあ、例えばですよ、大手の電通さんだとか、大手の博報堂さんだとか、一般論ですが、大体この辺が一気に入ってくると合わせて、NPO とか一般社団法人とか、こういうところが出てくる。目的に沿った公金の使い方をしてくれるならば、まあ、それは文句は言いませんけれども。まあ、コラボ問題に象徴されるような公金徴収というのが新たな事業が生まれることで発生するんじゃないかなと、まあ、こういう心配があるということになりますんで、全部が全部公金徴収とは、まあ、信じたくありませんけれども、まあ、中にはとんでもない連中がこれから出てこないとも限らないと、まあ、こんな理解をねしていただけるとありがたいなと思います。それでよろしいでしょうか。私はね、このそもそもこういう、まあ、僕はお気持ち民主主義っていう言い方があるっていうことを聞いたことあるんですけど、お気持ちのために予算を投じるっていうのは僕はそもそも間違いだと思っているんですね。で、なかなかこう法律で定義できないとか、公がそのいろんな事業を執行できないものについて、まあ、その民間の団体を、まあ組成してですね、その民間団体に公金を下ろして、その民間団体にやらせる。この仕組み自身に、そもそも、なんていうかな、不正を、まあ、助長する部分が出てきてしまうんですよ。だから、民間に事業を委託する場合には、より厳しくですね、その事業が公金の、支給の目的に沿うようにチェックしなきゃいけないんだけども、それを、まあ、お気持ちを優先するもんだから、どうしても緩めようっていう、制度に対する圧力っていうかね、がかかっていくわけですね。で、その結果、結局、ずるずる、使途が明確でないとか、使途が不適切であるとか、で、そして、それが分かってくると、あえてそれを意図的にやろうとする。つまり、不正受給とかですね。こういうことが起きてきやすい。こういうその仕組みがあるので、そもそも気をつけなければいけないんだ。と思います。まあそうですね、まあ、稲田合意案の中には実はそれに付け加えて言うとね、啓蒙だけじゃなくって自民党案の中には入ってない、ものなんですけど、差別をした場合に、まあ、どういう措置を取ったらいいかっていうことが合意案に入ってきてるんですよね。そうするとまたそこに新しい事業が生まれて、公金徴収システムが出てくると。まあ、僕の本音を言わせてもらうと、まあ、自民党案のようなものが法案として存在するところまではいいですと。で、これね、まあ、当時の議論を振り返ると、自民党案に野党は絶対乗ってこないんですよ。
だから乗ってこないから最後、超党派議連の中、合意のテーブルについて、これ自民党案でとにかく押し切ってくださいと。絶対野党は乗ってきませんから。つまり自民党案は存在するところまでは僕としては許容範囲でも、多分それは野党が飲まないならば、じゃあこの立法についてはそれでおしまいと。つまりそれぞれが作った議員立法案というのはお蔵入りというところで、まあそのお蔵入りっていう形で収めるところが、稲田さんが OK 言ってきちゃったもんだから、お蔵入りではなく自民党が総務会として、この合意案は了承しないと。つまり自民党の場合も議員立法は党4役の了解を得た上で総務会に諮らないと議員立法提出できないんですよ。これは自民党の内規なんですね。自民党は廃案になるような法案は議員立法ですら出しませんから、まあちょっとね、そんなやり取りがあったということもちょっと申し添えさせていただきたいなと思います。それでは14番いきますか。はい、ガーシー議員がついに除名ということになりました。これが痛いのは、浜田氏が一人会派になって予算委員会で質問できなくなること、除名はもともといなかったことになる、重い処分、正直もっと、政治家に向いた人を立ててほしかったと。まあこれ70何年ぶりとか言ってましたよね、この、まあ、除名劇、吉田議員はどう思われますか。そうですね、僕はこれまで一貫して、まあ、ガーシー氏のような変わった行動する人は実に逆に大切にすべきだと思ってきました。で、海外に逃げている理由もね、日本にいるといろんな恨まれている人に殺されちゃうからとか、いろんな、まあ、理由があって本当にビビっていたっていう話も聞いていますし、その後は、まあ今度はその訴訟の対象になって、あるいは警察の捜査の対象になって、まあ、ますます帰ってきづらくなったみたいなことがあった。で、まあ、こういう人がしかし有権者の負託を受けて、まあ、当選したんだと、どうしても期待する人もいると。これも現実であってよかったんですけど、まあ、当選した後の、行動については、まあ、ちょっとだんだんね、まあ、是認できないなということが、まあ、少しずつ増えてしまって、もう直近では一回一旦日本に帰ると、言っておきながら、それを時期尚早って言ったかな、つってやめてしまって、まあ、地震の震災のあったトルコに、まあ、行く、まあそのまあこれはもう、トルコでそのボランティアをするというのは、まあ、名目であって、やっぱりね有言実行でないなというふうに、まあ、思うので、こういう状況の中で、国会に出てきてちゃんと陳謝をすれば、まあ、認められるものでも、その、与えた機会すらきちんと全うしないのであれば、処分だという、参議院の判断は、これはもう致し方ないというふうに思いますね。で、実際その浜田、議員という方が非常にいい質疑をしていることは、まあ、事実でありまして、この方の、まあ、活動が、まあ、ちょっと抑制されてしまう、規則上ね、っていうのは残念でありますが、そもそも、ガーシーさんでない別の人だったら、参議院に通ったかというのを、そもそもこういう人だったから、今まで投票に行かなかった人が入れたという、まあ、ことを考えると、まあまあ、これはもう、他の選択肢がない経緯、推移でこうなってしまってるなとも思います。僕はやっぱりね、ガーシー議員を選んだ有権者もちょっともう少し胸に手を当てて考えてもらいたいっていうのはありますよ、正直言って。政治が身近になることはいいんですけど、僕はもう正直この周辺にいらっしゃる方々全員とは言いませんけども、やっぱりちょっと軽々しいよね、政治に対して。僕本当そう思います、うん、いや僕ね、そこはね、そのお気持ちもわかるんですが、これまで
この政治に一切まあ関心がない、あるいはもう関心を持てないっていう方が、ガーシーさんに入れた、この方に入れて、この方がこういうことになったという、まあその例えば弊害よりも、共産党や立憲のね、さっきの杉尾みたいな議員が国会にいる弊害の方が1億倍も多いと思っているので、僕は責めるとしたら、ガーシーさんに入れた人より、共産や立憲に入れている人なんかよっぽど100億倍ぐらい責めたいと思っています。まあそこは見解の異なるところで、僕はガーシー議員に関しては、もう抑えきれない憤りを持ってます。はい、あまりにも政治をバカにしてる、この政党って今度なんていう名前になるの？ね、政治家女子48、うん、これふざけてるよね、はっきり言って。ふざけてますね、それは僕も意見一致してます、うん、だから政党の名前ってさ、やっぱりその政党の理念でしょ。ふざけてるよ。もうそこはね、一切僕は反論しません。はい、ちょっと時間がありますんで15番いきましょう。久々にちょっとさっきのものに戻りますけども、動画がありますんで、はい、ちょっとスタッフさんよろしくお願いします。3日の共同通信の世論通調査、高市大臣の説明に納得できる人 17%、 納得できない人 73%、 一般国民に全く高市大臣の説明が通じてないんですよ。信用できないって言われてるんですよ。 73%、 7割以上ですよ。つまりあなたは説明責任を果たしてないっていうことなんです。どうでしょう。高市国務大臣。これまでもここでですね、御党の委員からご質問いただいたときに、じゃあこの文書内容一つずつ説明させてくださいと申し上げました。でも、テレビ中継が入っていた日だと思います、結構ですと、しなくていいと拒絶をされました。いつも何かこう説明をしようとするとそれを遮られますので、これまで十分に一つ一つについて説明を国会の場でさせていただくことはできませんでした。理事会要求資料で提出すると、で理事会から要求させていただいて、今の党がちょっとそれを端折って、なんかあたかも、これ最後時間があるからって流すべきではなかったな、ちょっと今もうこれ反省してますよ。いやー、こういう状態。ただね、僕ね、この世論調査自体もやっぱ おかしくて、高市大臣が説明しなきゃいけない話なんですかね。どう思います？これ別に高市大臣が説明する話じゃなくて、小西が説明しなきゃいけない話で、高市さんはこれは間違いですと、そういうことはありませんということを言ってるわけで、ごめんなさい、どうぞ、はい、これ僕も実はコメントをつけていてですね、僕のつけたコメントは、説明責任を果たしていないのはマスメディアですっていうふうに書いたんですよ、うん、この問題、とにかく、最初から非常にこう、歪んだ取り上げられ方、報じ方をずっとされ続けていて、小西議員がいろいろやっていることが矛盾に満ちているとか、あるいはその、入手した文書の、入手の仕方の違法性とか、そういうことを一切、マスコミは取り上げない。で、高市さんの答弁についても、切り張りみたいなですね、要するに、磯崎さんを知っているのが3月だって言ったみたいな印象操作をしたりですね、マスコミが森かけと同じように問題を一生懸命作ってきているわけですね。でこの動画が良かったのは、最後に、高市さんが、答弁しようとしても説明しようとしても説明を拒否してきたのは野党の側じゃないですかと、ここまで今回動画ちゃんとね、流してくれたので、ちゃんと帳尻があったんですけれども、メディアはそこまでをちゃんと帳尻合わせた報道をしないで、威勢よくね、喧嘩の向上みたいなことを言っている杉尾さんのところだけ取り上げてですね、厳しく追及する杉尾議員、たじたじする、高市大臣みたいな見出しをつけて報じるんで、鈴木名誉責任を果たしていないというふうに、テレビしか見ないような情弱な人は思ってしまう。でそれが70%いたって、それはメディアが作っている世論工作でしょということですね。はい、チャット欄の悠々さんという方からね、
こんなの毎日やってたらガーシーがまだマシって若い子投票するわ。まあなるほど、おっしゃりたいことは本当にその通りだと思います。まあこういうね質疑をやればもうそうなります。はい、ぜひ高市大臣踏ん張っていただきたいと思うし、もう少しあの自民党の方からもね、高市大臣をこうちょっと応援するような声、あるいはそういう質疑出てもらいたいですよね。あとできれば松本剛明大臣ちょっとね、あの男の子らしくガーンとこうね、あの現総務大臣としてね、矢面に立っていただきたいなって、そんなふうに思います。まあ、文化人放送局並びに文化人放送局2では引き続き高市大臣を応援していきたいというふうに思っております。これを申し添えまして本日以上とさせていただきます。吉田議員、今日もどうもありがとうございました。先生、今日もありがとうございました。どうも遅くまでありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。